AFCU-19 選手権2016は2016年にバーレーンで開催された第39回目の AFCU-19 選手権である。10月13日から10月30日にかけて開催されて開催国として 2017FIFAU-20 ワールドカップの出場が決まっている。 韓国以外の上位4チームには 2017FIFAU-20 ワールドカップの出場権が与えられ、日本、サウジアラビア、イラン、ベトナムが 2017FIFAU-20 ワールドカップの出場権を獲得した。日本が大会初優勝を果たした。予選の組み合わせ抽選は2015年6月5日に行われた。全43チームが10グループに組み分けられ、 各グループの1位と2位の中で最も成績の良かった5チームが本大会に進む。バーレーンは開催国として自動的に本大会の出場権を得るが予選にも参加した。予選は2015年9月28日から10月6日に実施された。本大会に出場したのは以下の16チームである。以下の2つの競技場で開催された。組み合わせ抽選会は 2016年4月30日に行われた。ポット分けに関しては以下の通りとなった。この大会では1997年1月1日以降に生まれた選手が出場資格を有する。各チームは最大で23名の選手を登録できる。グループステージに関しては以下の通りとなった。日時はすべて現地時間1位から3位は、 当該チーム間の直接対決の成績と、バーレーン対サウジアラビア戦の成績による。対 V 韓国バーレーン V サウジアラビアサウジアラビア、V 対韓国 V バーレーンバーレーン V 対、韓国 V サウジアラビア北朝鮮 V ベトナムアラブ、主張国連邦 V イラクベトナム V アラブ、主張国連邦イラク V 北朝鮮北朝鮮、V アラブ主張国,国連邦イラク V ベトナム日本。 V.E.M.N. カタール V. ランイラン V. 日本イエメン V. カタールカタール V. 日本イエメン V. ラン2。3位は、グループステージ全体の特殊点差による。ウズベキスタン V. タジキスタン中国。V. オーストラリアタジキスタン V. 中国。オーストラリア V. ウズベキスタンウズベキスタン V. 中国。オーストラリア V. タジキスタンイラク V. サウジアラビア。バーレーン V. ベトナム日本。V. タジキスタンウズベキスタン V. ランサウジアラビア V. イランベトナム V 日本日本 V サウジアラビア。ありがとうございます。